どうも、ついちゃんことおついのぞみです。今回はですね、私の楽屋での過ごし方をちょっと動画で撮影してみました。本当にまあ、一面での楽屋での時間なんですけど、もう本当ゆるーい感じの動画になっております。なのでね、ぜひ気になるよっていう方がいたら、最後までぜひご覧ください。それでは、スタート！スジチャンネル。こちら。可愛いこれ。可愛いよね。こちら。これ欲しい。欲しい。でここも絶対好きだよ。これ可愛い。絶対好きだと思う。可愛い。可愛い。こちら。めっちゃ可愛い。これはセットアップ。可愛い。可愛い。パンツでもいけます。可愛い。一力で染めたらさ、めっちゃ明るいんだよね。いやいや、前からでしょ。一回暗くしたんだよ。で、なんか一回穴が出ちゃってるね。でもこれぐらいでしょ。ちょっと明るいのか、ここが。明るいと思う、でもいいんじゃない。とりあえず、これね、なんかすごいね。めっちゃちっちゃくて、これでなんか 肌の状態、肌診断ね、肌診断してくれて、それでなんか美顔器的な感じでこうやってリフトアップ。これ1個で？これ1個で。これとなんかクリームと顔のパックみたいなのがあって、それを診断したらそのモードに勝手になってくれるってこと？そう、勝手になってくれるの。なんか3種類あって、どれになっても切ないんだけど、でもそれに合って合わせてちゃんとやってくれるってことね。すごいじゃん。全然違うんだよ。その小さいっていうのもすごいね。いいよね、持ち運び楽ちんだから。このメイクオンっていうね、めっちゃコンパクトな美顔器を使って、さあこの間にすいません、はい、一個はい、今かぶりそうなの。まさかの、一応どうしよう、白か、白はこれとかにしよう。いきます、肌診断。なので、ね、私ね、毎回これ角質ツヤ不足いや毎回これなのよ、このバブリーな高級感たっぷりバブリーなクリームをつけて、もうね、33ともなると角質もうやんなっちゃう。本当こういうのが大事になるんですよ。怖い怖い。いやー、いいよ。はい、今日の私服ですこんな感じです。可愛いの、これワンピースでも1枚でさらっと着れる感じで、楽ちんです怖い千手観音だよ。はい、こんな感じです。はい、今日の衣装です。見えへんやんけ見えへんやんけ
ニーテールです。今日の衣装です。こんな感じ。髪の毛はポニーテールです。どこが気に入ったんですか、この衣装。この衣装の気に入りポイント、気に入りポイントはこのカーテンのような冒険のカーテンの逆みたいな感じのスカートっていうの。語彙力やばいね、語彙力。普通の人が中だろみたいなそんなに、ね、感じのだったり、これはちょっとフワちゃんを意識して流行りに乗ってみた感じですかね。ね、春だからね、もう春の娘は大好きです。手振ってるな、締めた手振ってるんだけど。タピオカ。これ次。ご飯食べます。今日のご飯で。本番前ですが。食べます。あ、これ。うん。ほら。ほら、動画あげます。後で送ります。いや、大丈夫。これにするかじゃあ。寝てんの？うん。寒すぎるよね。めっちゃ順次だね。パン食べます。笑ってる。パン食べる報告っていう。タピオカの量は2倍です。これ何倍？乗ってみていい？でも足してない。乗ってみていい？飲んでる。映るために必死じゃないですか。違う、こぼさないために。あ、そういうこと？じゃあこれぐらいでもいい。これどう？黒糖ミルク。これは黒糖ミルク。これがティー。飲んでる。みんなで。これティー。みんなでタピオカ飲みます。タピオカしか入ってこない。どういうふうに？もう一回編集権は打ち合わせ別に決めて。それでは本番いってきます。ということで、収録から帰宅してもうご飯食べ終わって、あとはお風呂に入って寝るだけなので、クワさんと一緒にお風呂に入ってきます。バイバーイ。行ってきます。お洋服ほらこうやって脱いで。リリ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 リ。せーの、バーン。終わりました。バーンで、えー、恥ずかしい。お風呂入ろ。バイバイ。バイバイ。さあ、それでは、お風呂に入って髪の毛を乾かして、もうあと寝るだけなので、寝る前にね、ちょっともう一回パックをして寝ます。楽屋でも使っていたこのね、これを使ってパックしていきます。まずはこれで肌診断をしていきます。お、赤。これでこのね、クリームをつけて全体に塗ります。そしたらこのパックをつけていきます。パック、こっち、
流す。こんな感じでやったらこれを混ぜていきます。乾かないから茎の中ほら3色に光って肌のね状態を診断してくれるんですけど、この赤色っていうのは弾力が足りないっていうことで弾力をね与えてくれてます。終わり。3分で終わりです。で、本当これをやるのとやらないので浸透力が全然違くて、でこれ結構水分が多めなパックなんですけど、もうね割と水分がいい感じに浸透してくれてます。でこれを外して、そしてこんな感じで目元とかね混ぜさせて首まで塗っちゃう。こんな感じ、こんな感じでスキンケアして寝ます。ということで今日はちょっと収録も長かったのでこのまま寝ちゃいたいと思います。はい、以上お仕事からのスキンケア動画でした。おやすみなさい。はい、ということでね、今回は初めてかな、多分楽屋のね様子を動画で紹介したんですけども、まあほんと15年ぐらいの付き合いのメイクさん、スタイリストさん、そしてマネージャーのバッシーだったりとか、本当に本当自由な感じで本番前の時間を過ごしています。もう毎回ねあんな感じでちょっとゆるい感じで過ごしているんですけど、そんなね楽屋で私がメイク前にやっていたこうスキンケアの時に使ってたメイクオンの美顔器があったと思うんですけど、スキンケアを3分でやってくれるっていう優れものなんですけど、マジでいいんです。本当に良くて、私もずっと毎日最近使っているんですけど、時間がない時とかもこう簡単にスキンケアができるので本当におすすめなんです。Q店にはですねアモーレパシフィックの公式ショップが出店しているので、気になる方はねぜひそちらを概要欄の方に貼っておきますので、ぜひチェックしてもらえたらなと思います。はい、ということでね、今回は楽屋での様子をお見せしました。また機会があればこういうね動画とかもアップしていけたらなと思っております。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。私はブログとインスタもやってますので、そちらも概要欄の方からぜひチェックしてみてください。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。